アリオ西新井は、東京都足立区西新井坂町一丁目に立地する、セブンアイホールディングスグループのセブンアイクリエイトリンクが運営する複合商業施設で、ある。日清坊東京工場跡地の再開発事業、西新井ヌーベル計画の一つとして2007年11月6日に、プレオープン、同年11月9日にグランドオープンした。 伊東洋華堂が新業態、アリオとして運営する大型ショッピングセンターであり、アリオとしては全国で6店舗目、伊東洋華堂としては176店舗目の店舗としてオープンした。東武鉄道西新井駅、西口そばの神奈通りとお竹橋通りの交わる場所に位置しており、商業施設としての立地環境に優れている。敷地面積が狭いものの建物を 地上6階地下1階とすることで延べ床面積を確保している。ショッピングセンター内には伊東洋華堂を各店舗に東方シネマズやファッション、レストランなど111の専門店が入居している。また、周囲にはマンション、公園が立地している。近隣も西新井ヌーベルの一環として大規模な開発が行われており、道路なども整備されている。なお、 近隣にあった旧伊東洋華堂西新井店は2008年8月29日に伊東洋華堂のディスカウントストア業態ザプライス西新井店に転換された後現在はヨークプライス西新井店となっている出店テナント全店の一覧詳細情報は公式サイトショップガイドを参照東方シネマズ西新井はアリオ西新井4階にある全住スクリーンのシネマコンプレックス 総座席数は1839席。ありがとうございます。